大腸がんサバイバーの佐々木香織さんに登場していただきまして、直腸がん患者の体験談、排便障害のこと、ストーマのことというタイトルでご講演いただきたいと思います。うち個人的な話なんですけど、朝日新聞を撮っておりまして、ある日日曜版、あれ土曜日に差し込まれてるんですけど、土曜日にフロントランナーっていうちょっとした2、3、5ページぐらいある新聞みたいなのが挟まってるんですけど、そこを見たらフロントランナーって一番大きいところに、あ、これ佐々木さんじゃないっていう方が写っていて、佐々木香織さんがそちらに写っていて、ご自身の今活動していらっしゃることなどについても新聞の紙面でも詳しくお話をいただいておりました。今日はこちら私島根佐々木さんに来ていただきましたので、ご自身の経験された直腸がんのこと、それから排便障害のこと、それからストマのこと、こういったテーマでお話をいただければと思います。それでは佐々木さんに、はい、ご講演をいただきたいと思います。佐々木さんはですね、スライドの中にも入っているかもしれませんけれども、カロリーナさんというお名前でご活躍もされていらっしゃるということなので、佐々木さんは今日はあれですね、ちょっとブルーのお召し物を着てきていただいて、はい、ちょっと意識しましたか。かなり意識しました。ありがとうございます。振っていただいて、私今回本当に倉敷で、人生2度目の倉敷なんですけれども、とっても美しい街で大好きで、喜んできましてですね、ちょっと何日か早めに来まして、小島の方まで足を伸ばしまして、ジーンズストリートに行ってまいりまして、今日のお洋服揃えてまいりました。春の新色をブルーとか演劇店に出演してまいりました。それで今日の私の活動もちょっとお伝えいたしますが、ピアリングブルーという団体で活動しておりますものですから、ちょうどいいと思って、デニムのスカートでございます。本当にこんな機会をいただけたのも皆様のおかげでございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは、はい、ご講演に移らせていただきたいと思います。いろいろとね、資料も持ってきていただいたと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは始めさせていただきます。直腸がんの患者ということで今日お呼びいただきました。今日お聞きの皆様の中にも同じ仲間もいらっしゃると思います。共感していただける面とちょっと違うなと思う面もあると思います。患者さん皆さん一通り違いますので、今日のお話は私の体験ということで受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いします。私はですね、北海道の出身でございまして、姉妹は横浜です。家族4人で過ごしておりまして、直腸がんに罹患したのが2018年になりますが、その時次男が中学校2年生でして、いや私この子の行く末をどこまで見守られるんだろうかということでかなり心配したんですけれども、その息子も現在高校卒業この春決まりまして、進学先も決まりまして、それが一番嬉しいなっていう罹患から6年目になったところです。今日これを機に倉敷観光ということで、夫と次男もこの会場にお邪魔しております。そんな日が迎えられたのも本当に倉敷の皆様のおかげです。普段は会社員をしておりまして、主に在宅勤務を中心にしておりますが、フルタイムで、このようなセミナーを企画する業務についております。だから自分が喋るのがちょっと不思議な感じですけれども、趣味は松田聖子さんのコンサートに行ったりカラオケを歌ったりということで、これは隣にいるのは知らないおじさんなんですけれども、一緒に写真を撮ってもらった動画のシーンでございます。で、元々の気質としてポジティブで好奇心旺盛で、楽観的っていうところもありますので、そんな私が何になるとどんな感じかっていうのを前提で聞いていただければと思います。で、先ほど中井さんからもありましたように、私の体験談をカロリーナという名前で YouTube で発信をしております。最初は自分の記録のために生きた証を家族に残そうというつもりで動画を撮ってたんですけれども、だんだんこう発信する中で視聴者の方からですね、私もそうだよ、僕もそうだよというような共感の声をいただいて、一つのコミュニティみたいな感じになっていきました。そのおかげで今も続けているんですけれども、つい最近はですね、先ほどお昼に公開したんですが、まさに排便障害のことを、慈恵医大の先生にインタビューした動画がございます。そちらを公開してますので、表にチラシを置きましたので、ぜひ今日のタイムリーな話題かと思います。またですね、先ほどご紹介いただきましたように、この2月に朝日新聞の方に取り上げていただいたことがありまして、左は去年週刊女性に
取り上げていただいたんですけれども、やはりその人格訪問ということの知識がまだまだ一般にはないこと、それに加えて排便障害ということがどんなことかまだまだ分かっていないこと、でも隠れて頑張っている方がいっぱいいらっしゃる、そんなこともあって、発表させていただきました。さて私の始まりですけれども、一応会社員をしておりますので、毎年会社の健康診断を受けます。2日分の便を提出したら陽性となりまして、陽性率検査で、私はすぐクリニックを予約しまして、初めてのお尻からのカメラをやりましたら、ああちょっとこれは取れないねっていうのが出口に一つありまして、それが、まあ、悪性だったわけなんですけれども、ステージ1で見つかりましたので、腹腔鏡手術で取っていただきました。で、一時的ストーマにして3ヶ月ぐらいの後閉鎖したんですけれども、私はもうそれでもう治ったと思っていたんですけれども、その後いろいろありました。もう表にすると毎年いろいろありまして、その次の年1年経たないうちに左肺に転移が発覚して、ただそれも端っこの方で切りやすかったので胸腔鏡といって、この辺の脇の下に穴を開けて、やはりカメラで見て撮っていただく手術をしまして、その後術後の補助化学療法ということでゼロックス療法というのは半年間やったり、でその後肺炎障害が来たり、なんだかんだ肺に合計3回転移してます。で、局所再発も経験して、現在は永久ストーマということなんですけれども、これをグラフにするとですね、こんな感じでいろんなことがありましたので、一個一個言ってるとそれで話が終わっちゃうので、ここで見ていただきたいのは赤い折れ線グラフですね。これは私の気持ちの揺れ動きを示しているんですけれども、どこが下がっているかというと、やっぱりそれは再発が分かるたんびにそれは落ち込みます。ですが上がっていきます。で、よく見ると排便障害の悪化というのが2020年のグレーのあたりがあるんですが、ここが全体的に見ても私の6年間のがん人生の中においても結構一番辛かったなっていうのが排便障害なんです。で、なかなかこの実態が分からない方も多いと思うので、私の経験した排便障害がどんなものだったかっていう話を中心にしていきたいと思います。で、今現在はめちゃめちゃ元気そうに見えると思うんですけれども、去年の12月にですね、また局所に影が映ってしまって、それで抗がん剤の2度目をやってまして、今はフォルフォックスプラスアバスチンということで分子標的薬と点滴と、そんな感じで一服やって、今日は薬入れて3週間目だからとても元気な状態になっています。ということで排便障害なんですけれども、知らない世界でした。完全にまずがんっていうことを受け止めることだけで精一杯です。もちろんその一時的人工肛門を増設するとかいう話をしたときに肛門、人工肛門って話を聞くんですけども、そりゃ肛門は温存してほしいと思いました。普通にだってなんだかわからないから、人工肛門って言っても仕組みは聞いてもなんか遠い世界のことで、その時はがんを切ってもらえればそれで終わるんだっていう気持ちで、なんとかじゃあ温存でお願いしますってやってみたんですね。でもその時は切ってみてやってみて、やっぱり永久かもしれないから印2つつけるねって言われて、ごめんなさい今ストーマクロの音が鳴ったんですけど、おへその右にストーマができてたら一時的だから不自由と、左にできてたら永久人工肛門だから一生だよ、手術した後にそれは決まるからねって言われて、麻酔から覚めて、ああどっちにあるんだろうっていうのを探るのがすごくドキドキして、身になった、ああよかった一時的だったっていうことですごく喜んだのを覚えています。ですが、じゃあ閉鎖した後排便障害というものが起こるよと言われてたんですけど、まあ、これも個人差があるからやってみなきゃわからないからということでやってみたんですね。でもそれが大変すぎました。私にとって想像をはるかに超えていました。どんなに大変だったかというと、もうですね、意識を全てお尻に持っていかれている感覚なんですね。で、もう冗談抜きで1日30回以上トイレに通うんです。どうしてかというと、溜めておく直腸がないから作るために出さなきゃいけない、しかもちょこちょこ出るんですね。
できらないんですね。本当にさっき渋り場って話がありましたけども、それが癌がなくなってしまったはずなのに、こんなに便って自由に出ないんだ。で、しかも緩い時もある、硬い時もある。で、私は東京というか都内に住む、都内にも出ることがありますから、山手線とかって本当に一駅2分間ぐらいの短い間隔で駅があるんです。でもその一駅ですら折れるかもしれない。トイレがないと無理。ということで怖くて電車の移動ができなくなります。また同じようにその人と会ってる最中にもトイレに行かなきゃいけないということを思うと嫌で、人にも会えない、外出できない。ちょうどその頃コロナ禍でもあったので、皆さん外出を控えている時期だったっていうのはちょっと不幸中の幸いだったんですけれども、すごくその外に出て人と会ったりするのが大好きなんですが、全然そんな気分になれない。で、夜中もメインがある。で、睡眠導入剤ももらいました。でも、それでもなお訪問通がりたいという感じがして寝つけないとか、本当にひどくないです。でも、家族にも迷惑をかけました。常にママはトイレの中にいるから、トイレ使えないということが発生しますよね。で、押し入れ、座ることができなくて、ご飯食べるダイニングチェアに正座して座ってたりとか。で、食べたら出る。出ると肛門がまた痛い。だから食べるのも嫌になる。ということで、もう完全に本来の自分の状態ではなくなってしまっていました。で、その頃、その排便障害つらいんですっていう動画も撮って、配信して公開してるんですけど、やっぱり表情がその時暗くて、視聴者の皆さんからも、いや、あの時の動画のカロリーさんすごい暗かったよね、今すごい元気で変わったねって言われるくらい、その時はちょっと違ってしまってました。で、それは結局、常に本当に痛み止めがないと、行っても立ってもいられないぐらい痛かったんですね。で、最終的にそれは局所再発があったっていうこともあったんですね。それで、最終的に、局所再発を取ってもらって、永久ストーマにしてくださいというふうに、これは私から主治医にお願いしました。その時、主治医は、そうだね、それもそうですね、ということで、受け入れてくださって、お願いして永久ストーマにしてもらった。そのぐらい私にとっての排便障害はきつくて、自分を失うほどのものでありました。なので私にとってはこの永久ストーマになった後は本当にパラダイスで、もう痛みから逃れることができた。お尻から感覚を持っていかれるってことはもうなくなって、食べてもいいし飲んでもいい。もちろんストーマですから便意はないから勝手にいつでも排泄されていて、なんなら今も出ているかもしれないんですけど、袋が受け止めてくれる。そのことはもう全く私にとってはありがたい話で、何よりお出かけもできるし、そこは家族でプールに入っている絵ですけれども、ストーマつけてくれる、入ってますけど、これも排便障害がある時はこんなことはなかなか怖くてできないです。はい。ですので、私がストーマにしたおかげで自分らしさを再び取り戻せたと思っています。もちろん不便もありますけれども、そのぐらい私の辛い排便障害と比べたらという話なんですけれども、そんな日常になっています。なので、できないことというのは、自分のお尻から排便できないことは、それは不便は不便ですし、パンツを下ろして座って出すってことがあんなに楽だったかななんて本当に思うんですけど、今はもうその感覚は忘れちゃいましたけれども、そんなことよりやっぱり人と会えるようになったり、ここでこうやって落ち着いて喋ることも、排便障害がある時にはちょっと、多分緊張してる時はそんなに腸もおとなしくしてると思うんですけど、なかなか自信を持ってできなかったと思うんです。本当に常に漏らしの不安がありました。何度もコンビニでパンツ買ったか数え切れないぐらいなんですけれども、本当に何ていうか、その排便障害はその人間の尊厳に関わるっていうふうにある看護師の先生がおっしゃっていて、本当にそうだなと思って、大の大人がやっぱり漏らしてしまうことっていうのは、もう言いようのないちょっと不正感であったりとか、なんか本当に自分が情けなくなっちゃったりとか、自分のせいじゃないのにっていうのがあった。それがストーマのおかげで私は救われたという話なんですけれども、それ以外にもですね、
干人生5年くらい経過してきますとですね、いろんなことが分かってきて、学んだこともいろいろあります。ちょっと4つにまとめると、まず治療の決断は私がするっていうところで、先ほど の、 腫瘍内科の先生のお話にもありましたけれども、その やってもやらなくてもっていうような治療も時にはありまして、抗がん剤もそうですけれども、じゃあやるのどうするの、割と患者の側に意見を求められることっていうのが治療の中であるんですね。でその都度、じゃあ私はどう生きたいだろうか、辛い治療を頑張ってその先に何か目標があるんだろうかとか、そんなふうにその自分の生き方、私はその子供の行く末を見守るだとか、親より先には死にたくないとかあって、頑張るモチベーションを持って治療選択をしてきましたけれども、結局自分に向き合うっていうタイミングをがんの中で何度も経験しました。でその決断するためには判断材料も必要で、もちろん主治医からの材料というのもありますけれども、それだけでは足りないこともあって、やっぱり同じような経験をした人からアドバイスを受けたりだとか、そういう仲間から の助けも随分いただきました。そのことも大事だなと思いました。っていうのがそのピアサポートっていうことなんですけれども、ピアサポートって何かというと、同じ立場の患者なら患者同士、同じ立場の人たちが支え合うというんですね。医療者と患者の関係とまた違っていて、その経験者同士 の支え合い、これがとても偉大だなということも実感しました。なのでもしまだその世界をご存じない方には、ペアサポートちょっと入ってきてみてほしいなと思うんですけれども、特に排便障害のことなんかはわからない方には言っても どうなんだろうよくわからないと思うんですね。経験したからこそだよね、そうっていうのがすごいある。それが排便障害なんです。だからこの後ちょっとご案内もしますけど、ヒアリンググループという支え合いのグループを作って活動してるんですけど、はい、で4つ目はこれ結構大きくて、がんになっても決して不幸ではないっていうことを学びました。やっぱり自分がこうご覧の通りこんな元気だった人が急にがんって言われたら、なんかこう負け犬みたいな気持ちになっちゃって、なんか本当に情けないと思ったんですけど、でもがんを取り除けば、がんっていう要素を除けば私は私だなっていうことにいつの日か気づいて、がんも一つの要素っていうか、だからじゃあ私って不幸って問いかけた時にそうではないっていうことに気づきました。まあ、でもそれも5年ぐらい経ったからっていうところもあるんですけれども、結局がんになって体の中を切ってもらったりしたので、体も、まあ、私の場合ロストメイトになったので常に袋をつけているといったような体のイメージも、まあ、リニューアルした、これは私が望んだところではないですけれども、ただそれによって自分と向き合うことで自分が苦手だったこともできるようになりました。例えば私は長女気質で割とこう人にお願いすることが苦手だったんですね。人に頼むぐらいの自分でやった方が早かったんだけど、やっぱり苦手なところや体がきつくてできないときは人に頼る、そんなことも覚えましたし、お誘いを断れるようにもなりました。やっぱり限られた時間っていうものを意識したときに、体きついの我慢してまで人に合わせてっていうことをしない方がいいなっていうことで、お約束はちょっと断ることもできます。あと欲しいものを買ったり、お洋服もそうですけれども、自分を甘やかすとか家族も甘やかす、やっぱりいつ人がどうなるかわからないということを実感したこともあるので、行きたいところには行く、倉敷にも来ました、小島にも行きました、そして会いたい人にも会いに行く、体の許す限り今でしょっていうことはありますけれども、本当に明日はどうなるか、来年はどうなるかわからないので、日々を悔いなく生きるっていうことを本気で思うようになりました。よく口では言いますけど、本当にそうだなっていうことをやっぱりがんになると思うんですね。なので最近、去年かな、ギリシャのサントリーニ島というところまで旅行にも行きました。がんになってもストーマでもそんなこともやる気があればできるです、やってもいいんですっていうことをお伝えしたいです。そして最後になりますが、患者の支え合いのコミュニティということで、スマートフォンやウェブサイトで会員登録をしていただいて、
そこで悩みを書き込んだら、仲間が私はこうなったよっていうアドバイスを書いたり、ただそういう支え合いの場所が生まれました。ピアリングブルーといいます。これは大腸がんや消化器がんの胃がんとか食道がんの方もいいんですけど、今女性限定というかですね、会員登録できるのは女性に限らせていただいているんですが、閲覧することはどなたでもできます。患者さんじゃなくても医療者の皆さんにもぜひ入ってみていただきたいです。公開記事と非公開記事、会員限定記事があるんですけど、公開記事はどなたでもご覧いただけますので、あ、患者さんこんな副作用をこうやって乗り越えてるんだとか、結構リアルな声が取れてますので、ぜひこれもチラシを入り口に置いておきましたので、女優の秋野陽子さんにも食道がんですから応援していただいてたり、そんな場所になっていますのでよろしくお願いいたします。でまとめですけれども、がんとともに生きる自分、もう私の中ではがんは治る治らないとかそういう問題ではなくて、共存するもの、もう私の中でできたものだし、何しても再発するときはするし、努力ではどうにもならないものの一つだなというふうに認めていて、もう共に生きることを覚悟しているというか、覚悟っていうか普通になっています。でストーマがある自分も嫌いじゃないし、本当に案外悪くないと思いますし、これから先また私も新しい治療ということで、いろんな変化があるかもしれませんけれども、常に新しい自分を受け入れて自分らしさを失わずに生きていきたいなと思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。